白。雪がしんしんとね、中に入ってきてる。うわ、おはようございます。朝になりました。朝の貸し切り温泉に行きます。木の葉の湯、なんか一番端っこの角の温泉です。あ、ありました。こちらです。ここがね、脱衣所です。ちょっとね、狭いですけれども、今もうね、朝の8時だから、もう素泊まりだからご飯がなくて、ちょっとだけじゃがいこ食べました。あ、ちょっとユニクロのヒートテックがちょっとダサい、どうしよう。寒いからちょっとね、ユニクロのヒートテックがちょっとダサいですけど。はい、OK です。お着替え完了しました。では入ります。ここをね、朝に撮っておきました。これは完全に露天風呂ですね。もうすごい、もうほら、雪が入ってきてる。でもこうやって、すごくね、温まりますから、暑くなったらね、すぐ涼める。本当に品質がいいね。なんか本当スタッフの方々も優しいし、昨日ね、夕食食べに行きましたけれども、ね、本当にすごくいいご主人と奥さんで、
美味しかった昨日の鍋。鍋？キノコ鍋。また食べたい。3つの貸し切り温泉の中で一番いいかもしれない。ここから源泉がまたまた流れ出ております。おお、結構な勢いでさ出てるよね、この源泉が。僕かけ流しだからもうそのままこう組み上げたやつをバーって出してるんですよ。すごいよね、温泉って。昨日もね、夜大浴場に入ったんですけれども、男湯と女湯で結構ね、形が違うらしくて、女湯の方に入ったんですけども、なんか露天風呂もね、塀みたいなやつで囲まれてて、多分周り見えないようになってると思うんだけど、男湯の方が開放的みたいです。なので、今日のね、朝、大浴場を撮影できるということなので、大浴場、男湯の方に、ね、行ってみようと思います。いや、今日蔵王温泉街を観光しようかなと思ってたんだけど、いやこれ相当寒いよね。やばいと思う。今年初の雪見露天を今してる気がする。昨日も入ったけどこんなにね雪を感じてなかったから。これぞ日本の温泉って感じですよね。山形に来てまだ山形名物を食べてない気がして、なんか餅とかも有名らしいですよ。なんか餅まんじゅうかな、県北区にもあったので行けたら行きたいですね。雪降ってきてる。私のね YouTube も海外の方見てくださってる方多いと思うので、ぜひね日本の温泉にねたくさん遊びに来てもいいですね。そして私がね、バレてしまうのもちょっと怖いですね。海外の方に、おお食ってんのとか言われたら、えみたいになっちゃうから。ダメ。ここもさ、開くんだね、窓が。ここも開けたらさ、お父さんも来ない？わ、すごい、ちょっとこっち丸見えかもしれない。お部屋の障子開けたら多分私のお尻丸見えですよ。びっくりしちゃうね。セクハラですかこれって。窓を開けたら女性のお尻が見えるってセクハラですか。冬だからねここに窓ついてますけど、多分写真で見たところって窓ついてなかったので、春になって秋くらいはここすごい開放的にねなってると思います。寒いですかね、雪なんてもう速報じゃないけど入ってられません。この後は大浴場をね30分だけ借りることができたのでね、その30分で男湯の方をね取りに行きます。私男湯入ってないからね、もう入れるわけないんですよ。入ってないのでどんな感じなのか楽しみです。スカートは上がって部屋の片付けしないと。すごい体が熱い、雪が心地いで、大浴場に行く前にね、もしかしたら朝ごはん食べれれば食べに行きたいですけれどもね、すごいお腹空いてる。やっぱじゃがりこだけじゃ足りません。この後ね、どこ行くか分かりませんが、あともう一本はね、入りますので。よかった、ご飯を食べたい。お腹空きましたね。温泉入った後は二度寝とかしたいですけれども、今日は眠い目をこすって気合入れて次行きます。次どこ行くか分かりません。わーすごい広いですね。五感ってこういう意味なんですね。ちょっと待って、湯気がすごいぞ。湯気がこの風が